11月11日何の日ですか？ポッキー&プリッツの日。ポッキー&プリッツの日ということで、今日もハーマさんとコラボです。ポッキー&プリッツ、あのハーマさん昨日めちゃくちゃかっこよかったんで、ね、今日ももうすぐやらせていただきます。なんか一言どうぞ。何も言わないかい。はい、ということで今日はポッキー&プリッツの日ということで、今日もですよ、はい、あの週刊コラボということでハーマさんに来てもらってます。嬉しいです。なんか一言あればお茶あ、そういう方もある。チャオしか知らなかった。2日目にして早くもで大丈夫次3日目いけます。それ早くないと大丈夫。チャオチャオお茶 OK ですよ。3日目が楽しみだ。それでは行きましょう。で今日はですよ、いやもう昨日すごい好評でハーマさんがかっこいいかっこいいって、もうねやっぱ渋いダンディな声ですね。やっぱね、あーそうですね、やっぱたまらないよね、うん、もうなんかおならとか関係なくかっこよかったもんね。それで今日ですよ、今日もなんで妄想でやろうかなということで、はい、ハーマさんにじゃあポッキー使っていただいて、今日はポッキープリッツなんで、はい、松田さんにはプリッツ使っていただいて、ポッキーとプリッツを使って、はい、それで使っていただいて妄想ということでやっていきます。でいきましょう。妄想デート。やっと二人になれたね。この日が来るの待ってたんだよポッキー。ポキのポッキーも食べてみないか。どうだ、すごいだろう。バーカ。いつもありがとう。知ってる？今日はポッキー&プリッツの日なんだって。だから今日は僕の大好きなプリッツを一緒に食べようと思ってさ。それじゃ一緒に食べる？ポッキーバーカバーカ